<Ready? S 2> 雑談ですコードですハラセンということで始まりましたハラセンラジオ陣内智則の面白い方原田専門家でございますこの番組は日々私が見ちゃったもの聞いちゃったもの食べちゃったもの飲んじゃったものそして言っちゃいけないことなんかを話しております是非チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで早速いきますか見ましたですわコード の2話目これは日曜日の夜10時半から日テレ系でやっておりますね。制作は読売テレビなんで、あれですけども、日テレ系でやってるコード願いの代償というね、坂口健太郎さんと、それから染谷翔太さん、薄田麻美さんなどが出ている、警察ものというか、願いが叶うというコードというアプリを、ま、の謎に迫るというかね、そういった、あ ものというか推理物というかになっておりましていやこれがねなかなか非常に面白いので、えー、ずっと見ておるんですが2話目のどんな話だったのかあらすじ読んでいきたいと思います。婚約者をエレベーターの落下事故で亡くした神奈川県警暴力団対策課の刑事二宮湊 坂口健太郎エレベーターが落ちた時間だけ監視カメラが作動していないなど不審な点が多く二宮は単なる事故ではないと考えていたそんな中どんな願いでも叶えてくれるという正体不明のアプリコードを手に入れた二宮は半信半疑ながら藁にもすがる思いで七海優香の死の真相が知りたいと願いを入力すると七海優香を殺した犯人 というタイイトルルの動画ファイルが送られてくるそこにはメンテナンス会社の男が事故直後にエレベーターの扉を開け深い花を覗き込んでいる姿が映っていたそんな時二宮のもとへ優香のことで重要な情報を持っているというフリーの記者椎名和樹かっこ染谷翔太から連絡が入る二宮が待ち合わせ場所に行くと椎名はあなたの情報と交換しません 取引を提案してくる申し出を断る二宮だったがその裏では椎名と行動を共にするハッカーの三宅咲が二宮のスマホにハッキングを仕掛けていて。点点点 そんなことを知らない二宮は同僚の刑事桃田優かっこ三浦貴弘と共に捜査を進め、高度から送られてきた動画に映っていた男が、メンテナンス会社を3ヶ月ほど前に辞めた元職員の寺島、かっこ中島健という男である事実を突き止め、居場所の情報も得る。 二宮と桃田が寺島のアパートに向かう中二宮のもとにコードから1件の通知が届く通知に気が付かないまま二宮はいよいよ寺島の自宅へとたどり着くしかしこのアプリからの通知が二宮の身に起きるさらなる悲劇へとつながっていくんてて。うかさんが殺されたのもおそらくコード使用者によって 行われたんじゃなかろうかと,いうと,ころまではとなく見てたら分かるんですが、じゃあなぜ優香さんが殺されなければいけなかったのかっていうね、これは本当に二宮さんが追っていることと同じことをまあ視聴者もね、同じになって考えて見てるわけですが、これが本当に。 このね2話目の後半後半というかもう最後の最後でえらいことになっちゃうんでこれはねあの見てひっくり返っていただきたいんで深くは話しませんがまあこのハッカーであるね三宅咲さんがねうまいことねまあスマホフリー Wi-Fi だったらすぐ割り張り込めるよっつって マルウェアをし込んでその二宮さんのスマホの状況をこう監視しながらそれを椎名に逐一報告してあのコードから指令が来たとかそういうこともね全部筒抜けになっているんですがそれでまあ気づかなかった二宮さんね指令に気づかないとこれやばいことになっちゃうってのも知らなくて。 でやっと気が付いた時にはもう時間がない急がなくちゃって言って駆けつけるというところがね今回のまあハイラットというかもうドキドキするところなんですがでそれをまあ知っててこの椎名が助け物を出してるんですが逆にそのマルウェアが見つかったっつって消されちゃっていろんなとこから怪しまれちゃうというかね二宮がどうなっていくのかというで、まあ、二宮に対して情報提供してた 人がまあっていうところもねあれもおそらく高度によって誰かがまああのこのドラマの中でも語ってるんですけども願望のマッチングアプリというかねまあそれがそれぞれの願いがやがてあこんな願い叶えてくれるんだっていうのがエスカレートしていくとまあ法に触れるような犯罪に走っていってしまいますよねみたいなことをまあ椎名さんが言って。 てるんですけどもまさにそううなっていいくというねドラマコードぜひねこれ本当に面白いんでまだまだ見逃し配信で間に合いますしあとね TVer 限定でそのなんかコードの真相が分かるみたいな短いのが出てるんですけどこれただの総集編でしたわあの見た感じ <laughs> ねなんでまあその総集編見てもな話の内容分かるんでぜひねまだ見てない方 ま染谷くんがね、あのー、茶師、茶師って、あの <laughs>、三口割のあの、丸々とというかね、体を作ったところからちょっと絞った感じで、怪しい感じでカメラを構えてるところね、非常にかっこいいんで、ぜひね、ご覧になっていただきたい。えー、っと、見逃し配信含めてご覧になってください。あと、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。